疾法つなぎ疾法門とは連続門用の和違い門から生まれた日本の家門の一種。有色門用ではいくつもの輪を交差させたものを和違いと呼び、同様のものを疾法とも呼ぶ。鎖型に連続している門用を疾法つなぎと呼び、そこから一つを抜き出し家門にしたものが疾法と呼ばれている。三つを抜き出したものは持ち合い三つ、疾法。 四つ抜き出したものは、持ち合い四つ尻尾と呼ばれる。尻尾門に分類される家門には他にも様々なものがあり、例えば尻尾の中央に花を入れたものを、花尻尾、鳥と花微子を組み合わせて七方形にしたものを、鳥出すき、いくつかが繋がった形で、部分的に用いたものを、破れ尻尾と言い、上下左右の四隅に丸印を加えたものは、星尻尾などと呼ばれている。 和違いもんは違い,いは違い、花違いの入った、七宝細工もとは、大陸から伝来し、夕食門様の和違いという鎖型に連続した文様から抜き取られたもので、平安時代には車門として用いられていたが、江戸時代以降は特に二つの輪を交差させた文様が和違いと呼ばれるようになった。それに伴い、 新たに登場する尻尾門という名称については、日本家門研究会によれば、和が、四方に広がるという意味から、古くは、四方出すきという呼び名もあり、その、四方が、尻尾へと変化したものと言われている。ただし、和違いの呼び名は、尻尾門の類の中にも残っており、具体的には、花は違いには、疾法は違い、疾法尻尾、玉は違い、尻尾に、刀花、 疾法科料など様々な呼ばれ方や亜種がある。この花は違いの一種は茶人、小堀演州の名で知られている小堀正和の代から小堀家の家門として用いられており、一方で伝承によれば演州が茶室の空間設計の一環に疾法在庫による色彩や装飾を取り入れたとされている。そして疾法在庫を意味する疾法瑠璃という語は、 室町時代、足利義政が将軍の頃から使われているものの、疾法在庫を意味する疾法と疾法門の関係については明らかではない。また、疾法門は無限に連鎖する平和や円満を意味する和の交差からなる文様のため、世界中の財宝と無限の子孫繁栄を表す吉祥門として、家紋屏風の裏紙の模様などに用いられている。 仏教では宝刀を飾る七つの宝玉を七宝と呼ぶが、この仏教用語の七宝との関係についても不明である。大岡、秋月、松浦、佐々木、甲、縁屋、彦部、造倉井、瀬尾、大津、秋月、松浦、高橋など、島根、滋賀、鳥取、福井、石川、愛媛、高知。ありがとうございます。